日本の栗林公園の庭木の様子庭木とは、庭に植える樹木の総称である。庭木はまた、彫刻の木を表す言葉でもある。庭木は、植える時も、去ることながら、その後の水やり、雑草抜き、老邸、移植など、住んでいる人との関わりが見て取れる貴重な緑である。他にも、クリスマスなどの時期になると庭木にイルミネーションを、設置する住人もいる。 また、住宅地などでは、地域の緑の存在形態として重要であり、生垣を作って、塀の代わりにしたり、庭木の配置を工夫することは増援の要素の一つとなっている。樹種は何でも構わないが、庭木として選ばれることの多い樹種というものはある。種、苗木、ある程度成長した木のいずれの状態からでも、庭木として育てることができるが、 種からだと雑草などとの競合があるので、発芽させてからの管理が大変である。逆に大きく育った木を移植する場合にも労力が必要となり、四季がはっきりとしている地域で、常緑樹ではない庭木の移植をするときは、木が休眠状態になっている冬にするのが望ましく、逆に木が活動している夏などは移植をしない方がいい。 日本庭園で使用されているほとんどの種類の植物は庭木と呼ばれている。これらの木は庭の構造を作成するのに役立つ。日本の庭園は広い範囲の植物を使うことではなく、むしろ目的は空気や環境を作り出すことである。庭木のテクニックは木そのものよりも木をどうするかということだ。欧米の庭師は 様々な種類の植物を試して楽しんでいるが、日本の庭師は、比較的限られた種類の植物を訓練したり形を整えたりすることによって、品種を変えている。木は、日本の庭園や景観において、重要な役割を果たしているだけでなく、その人々にとって、重要な精神的、文化的な重要性、スピリチュアリティを持っています。ふさわしくなるよう日本の庭師は、 庭木の本質的な性格を同軸化することを意図して、剪定技術にも独特のセットで微調整される。庭木は非常に顕著な効果を達成するため工作がなされることがよくある。樹木は野生の風が吹いているから暗い木を模倣するために作られている。杉の標本はしばしば自由に成長する木になぞられるように剪定される。景色に よりナチュラルな気分にするために何人かのデザイナーは庭木だけでなく雑木プラントを使用している。最も伝統的な庭デザイナーは第一にまだ貴重な庭木パレットに頼っている。庭木の原則は世界中の庭の木に適用することができ日本庭園に限定されない。今日の日本庭園で最も一般的に使用されている植物は次の通りである。 ありがとうございます。